もう30分も喋ってる。大丈夫かしら、こんな内容で。もうなんかね、いろいろね、伝えたいことっていうのはたくさんあってね、もうでも金玉アニャさんね、こうどうしようどうしようって考えてるうちに、もうどなんていうの、もうぶつけ本番でいけばいいやって思っちゃうタイプなの、ごめんね。これもうサングラスってすごくいいでしょう。こうね、本当はねこうやってちゃんとつけるそうなのよ。静止画じゃありません。メロンにメロメロ、ありがとうございます。今日ねちょっとね、見つからなくてちょっと最初パニックっちゃって、どうしようないと思って一生懸命ね探させてもらったわ。いやー、もうなんかこう最近さ、あれが梅雨が明けたじゃない、昨日か一昨日ぐらいに。その前ぐらいから結構暑くて、で梅雨というのは名ばかりの結構テリ乳媒系な感じだったわけじゃない。でなんか今更もう梅雨明けますよなんて言ってる時に雨が結構降ってたりとか、ね、下の西の方とかすごい雨がなんとかかんとかっていう雨雲がそこにとどまるやつで結構大変だったみたいだけどね。ちょっとねそういう装置は大変だったと思うけど、多分ね東関東の方はね水不足になると思うのよ。だって全然降らなかったもの雨。まあ降らない方がいいんだけど、でも降った方が大地は潤うからね。まあ私はいつでも潤ってますけれど、ありがとうございます。いやー、みんなこの30分間この顔見て本当耐えてて偉いわ。いつの間にかに17名様見てくださってありがとうございます。どうも改めまして、金玉アニャです。今後もね、まあ金ちゃん居酒屋って言ったら金玉アニャのお部屋になりますから、ぜひねみんなお時間ある時にいらしていただければと思います。どうも。そうね、あとは何か面白い、でも面白いことはあるのよ。だけどちょっとねバンされたら困るような内容が多くてね、ちょっとね一瞬今言おうかなと思って、これやばいなと思ったからちょっと今消去させてもらったんだけど、でね、あら自分で言うか、あら言っちゃうわよのね、なんとかかんとかやってますけれども、今度ね次回そのあかねんちゃんとカラスくんがね、ゲストで来ていただいて、まあいろいろお話聞けたらと思うんですけど、で今度ね金玉アニャもさっき一番冒頭で話してたアウルロッチ行こうかなと思うの、この顔で。ありっちゃありでしょ。だって誰もさ何も言わなければ勝ちじゃない。だってね、女子高生の制服着たおっさんが電車の中でクスクス笑われても気にしなければさ、いけんじゃん、ワンチャンいけるんじゃないかなって今思ってるの。その時はハクビンビンよろちくー。もうねハクビンビンちゃんにかかってると思って、あら花ちゃんやったとかって、もうレイピン。そしたらね所沢の母、日が所の母に会いに行こうかなと思ってるんで、その時はねぜひよろしくお願いいたします。もうこのね顔で行っていた電車の中でもこうやって乗ってれば誰も何も言わなければさ、ありっちゃありでしょって思ってるの最近。でもねちょっとね今からコンビニ行ってきますとはちょっとね近所ではできないかな。うん、ちょっとね、ね、職質とかされちゃう場合がある。あら、ハクビンビン行くわよ。金玉アニャママ行きますよ。私もいつか居酒屋。あら、セイラさん、いつかお邪魔したいってぜひいらしてください。ちょっとね、金玉アニャいろいろ聞きたいことがあるから、ぜひね、来れる機会があったら、金玉アニャで、
キンダマーには出張することもできるから、あのただちょっとね、お時間いただければちゃんとそちらの方にお伺いいたしますわよ。職質、そう職質案件でしょ。こんなのさ、電車に乗ってたりさ、普通にね道歩いてて目当て、あどうもこんにちはとかって言ったってさ、まあ、これが正しい化粧ですよっていうような本当顔をして歩いてれば多分誰も何も言わないとは思うのよ。ただ振り向くと思うし笑われると思う。それに耐えられる鋼の心臓を、金龍さんみたいな鋼の心臓を金玉には欲しいなと思ってる。でも今金玉にはそこまでできるかなっていうちょっとね一抹の不安はありますけれどもね、ぜひね憧れのアウルロッチに行って遊んでみたいと思ってます。なんかねイケメンくんとかも集まるっていう話な、金ちゃんからいろいろ聞いてるから、金玉にはもうワクワクしてるのよ。もうなんか可愛い女の子とかやっぱイケメンとかも来るし、なんかいろいろ知識豊富な人も遊びに来るって言ってたからね、もうちょっと金玉には今からワク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 っていう感じでしてます。マスタートコクリュウさん体調大丈夫ですかっていうことでですね、カラスくん、カラスくん、なんでそこに金龍ちゃんの名前がないのよ。ちょっとそれってひどいと思うわ。ダンソンジョヒじゃなくて、もうあのね言っておくわ、ソウリュウチャンネルとしてコクリュウと DK さんは今ここにいない、金龍ちゃんもいない、私は金玉ニャ。今日は3人ともちょっとね、2人はまあ、確かに DK と国流は今ちょっと体調崩してるけれど、金ちゃんも崩してるかもしれないでしょ。あ、ちょっと金ちゃんも崩してるかもしれないでしょ。なんでカラスクは金ちゃんのことを言ってあげないの。ちゃんと言ってあげなきゃダメでしょ。プンプンってぶっ飛ばされますよ、金龍さんに。DK さんむき出しになったDK さんむき出しになった、だあダメです。だって一人体調がいいから金玉マーニャでしょ。違うわよ、私は金玉マーニャであって金龍さんではないの。多分大丈夫なようなって、お前次会った時マジ金龍にぶっ飛ばされっかんなねえ、もう金龍ちゃんもねやっぱり具合が悪いかもしれないじゃない。私は金玉マーニャだからわからないけれど、ねえ眠病にかかってるかもしれないからちゃんと心配してあげて。ではね、今日はねちょっとじゃあどれぐらいこの金玉マーニャやるのってみんな思ってるだろうけれど、金玉マーニャ1時間ぐらいやったらね今日は終わりにしようと思ってますので、今43分ではございますから、あと分ぐらいお付き合いくださいね。1時間ですからね。あとはそうですね、皆さんがねなんか金玉マーニャに質問とかあったら言ってくれればお答えするわよ。で質問来てママこうやって喋ってるから気がつかなかったとしてもマスターが隣にいるからトントンって叩いて教えてくれると思うから、金玉マーニャに何でもよろしくってよ。アウルロッチの皆さんこんばんは、金玉マーニャです。明日の準備が忙しいのに、ね今日せっかくね来ていただいてあら嬉しいわ、どうも、はい、ずん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 嬉しいわ。今日ねアウルロッチのね紹介させてもらってたの、今日は今書き込んでるのはなおさんでよろしいかしら
あら嬉しいわ、金玉ーニャも会いたかった。今度ね、金玉ーニャアウルロッチ行きますので、ぜひね、所沢の母と一緒に共演できたらなって思うので、よろしくお願いいたします。なんかね、こう今来てくれた、あのアウルロッチって書いてあるところなんですけれども、あのいつもね、その金ちゃんが、金龍さんが遊びに行ってるところなんだよね。もうね、よくしてくれてるっていうことでね、なんか明日ね、なんかお店の方でね、やるそうなんですけど、お店がなんかマルシェのやつで、あのここのやつにはちょっと4月29日ってなってるんですけど、明日なんかね、あの出店するそうなのでね、ちょっとね、詳しくはまたあのツイッターなど、ツイッター X の方でですね、あの私の友達の金ちゃん、金龍さんがね、あのツイートしてくれるから、ぜひねそちらの方を追って、みんなで拡散して、みんなで盛り上げていただければと思います。いやでも嬉しいわ、なおさん見て、どこから金玉アーニャさん来てくるの。そうね、ちょっとそれ今あの試案中だから、よう話し合いましょうね。あの金玉アーニャ、このままの金玉アーニャでも言っていいんだけど、見てわかる通り職質の予感しかしないの。ただね、鋼のハートさえ持ってれば、あのこのままこうやって電車に乗ってればバレないと思うの。金玉アーニャだって顔地味だからさ、地味だから誰も何も言わないで、こうやってくれると思うんですけど、あ、そうそう、明日マルシェだ。あのね、ちょっとね、チャット欄にも書いてあるんだけど、明日21日かな、マルシェですっていうことで、10時からやるそうなのでね、もしね近くの方、ぜひ行って、まあ金玉アーニャはちょっとね用事があるから行けないんだけれど、行けるのであればね、ねえ、行ってほしいなって思います。うわ、びっくりしたけど、野良猫の音今。あら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 、おちゃんありがとう。アウルロッチのなおちゃんよね、なおちゃん、お茶ありがとう。どうも、お茶ごちそうさまです。暑くて目、そうね、ちょっとね、暑くてね、あ、マルチカちゃん、こんばんは、金玉アーニャです。どうもどうもどうも、うれぴっぴー、金玉アーニャありがとう、遠くから来てくれたのね、多分ね、遠く、いろんな、多分 X を飛んで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 たどり着いたと思うの。あ、嬉しい、金玉アーニャ感激、ありがとう。ねえ、これ後から来たからね、もう一度説明させて。私、金玉アーニャ今日ね、サングラスかけてるの見てわかるでしょ、このサングラス、今話題の五条悟にそっくりじゃない。領域展開、ありがとうございます。ごめんなさいね、あの多分ね、五条先生のファンに殺される予感しかしない。生き生きしてんの、金玉アーニャさん、ありがとうございます。金玉アーニャいつでも生き生きしております、どうも。でもね、金龍さんが言ってたけど、あのアウルロッチに行くと、あのすっごくストレス解消になるって言ってたから、また多分ね、近々金龍さんそっちにお伺いすると思うけど、よろしくお願いいたします。もうやっぱね、ちょっと金玉アーニャこう見えてもめっちゃ緊張しいなの、だからちょっと大丈夫だと思うけどね、ちょっとね、いろいろやっぱりさ、この時期って汗の匂いとか気になるじゃない、だからもうね、ちょっと金玉アーニャとしてはね、ちょっと汗を気にして生きていきたいんだと思ってます。時間止めるのが癖になってるのごめんなさいね、もう私の体の周り無限しかないから今
そうなのよね。思わずでもさ、こうやってたらさ、こう自然に言っちゃわない？私ちょっと言っちゃう派なのよね。自然にこうやって触ったとこクンクンって匂いかっちゃうの。もう私の、そうなのよ、タニアさん、私の体の周りは無限に包まれてるから。あ、本当？あー、もうはるちかちゃん嬉しいわ、ありがとう。もうね、なんかさ、こうなんかガーって書いてもさ、いや自然にこう行っちゃわない？ちょっとこうね、どっか触って書いたりとかさ、それこうもうこう言えない、これもうちょっとね、あの下の話になるから言えないんだけど、やっぱクンクンって匂い嗅ぐのは本能だと思うの。もう仕方ないよね、こう触ってってこうなんていうの、だからあかんかじゃないわよ、私だって金玉アニャだって一応女だからさ、そう金玉アニャって名前があるけどシャリはあるわけないからね。こうやって言って、あーそうだよね、あーうん、わかるわかる、その気持ちみたいな、そういう風な感じで自然に流れをこうね、あの任せてさ、匂い嗅いじゃうっていうことたまにあるじゃない。もうでもこのさ時期ってさ、電車とかあとエレベーターとかやっぱおいにいがきつい人っていらっしゃるじゃない。下の話になるなるか、いやいやいない、どこからね。どこからっていうのはそれはね、もうあなた次第ですっていうね。そうでもその電車の中とかさ、こうエレベーターの中とか、もうやっぱりごいすうなおいにいの方とかいらっしゃるわけじゃない。でそういう時ってもう本当に耐えられない時はっていう風にずっとやってる、この自分の人差し指でいかにこのあの匂いを通さないかっていうような真剣勝負に入るのよね。で口呼吸したいけど口からも多分匂わなかったとしてもその成分が口の中から入るって思うと、うんうんってなるから、息を止めてちょっと一旦降りて別のとこ行く。で逃げれないとね、ちょっとねきついんだけれど、なんですって真剣勝負。そういうはるちかちゃん、常に私は真剣勝負を匂いに関してはもうね、やっぱりなんていうの、いい女はいい香りでありたいって思うわけじゃない。ちょっとさね、ガーワッキーとかさいらっしゃるでしょ。ガーワッキーとかって気がつかなくってさ、みんなおはようってワン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 ってなってたらさ、もうどこからどう突っ込んでいいかわからなくない？なんで君気がつかない、そんなにごいすうなおいにいなのにみたいななるじゃない。だからそれをこう自然に臭くないよみたいな顔しなきゃいけない時ってあるじゃない。友達とかがさ、もうすっごいおいにいの人とか言ったらさ、言えなくね、脇臭いよとかってさ言えなくない？それ The World があれですよ、 The World で世界は本当時間が止まっちゃうからね。あ、こいつ行っちゃったよみたいな、この空気になったらさもう耐えられないじゃない。だからそこはグッとこう我慢してこうで、うん、そうだべって言って、すっごい脇がだったら鼻からこう息をしちゃいけないと思って、うん、そうだべ、今日いい天気だべみたいな話し方になるみたいな、そんなあから、結構あからさまな方かな。言えないじゃない、あなたは気がよなんて。どうやって言うか、もうこれね、みんなでね、じゃあぜひ聞いてみたいわ。あなたは気がですっていうことをソフトにオブラートに包んで、なんてみんなだったら言える、ちょっとね聞いてみたいわ。田中邦衛、そうね、まだ言葉が食べてるでしょうがっていうのがね、田中邦衛よね。似てるのか似てないのか、金玉には田中邦衛知らないからわかんない。ガーワッキーって何？ガーワッキーはガーワッキーでしょ。5回ぐらい繰り返せばわかるわよ。マジでマーニャで1時間やりきりの尊敬ドラマ。ちょっと待って。なんで、あ、そうよね。あとでも6分ぐらいしかないのよね。
そう6分であと終わっちゃうんだけれど、みんながまだ見たいって言うんだったらもう少しだけ延長するけど、 YouTube に載せるときに大変になっちゃうから、 YouTube の場合はカットするそうですわカットしてまで見たいこれちょっといやでもさ、ガーワッキーの人に言えないじゃない、あなた脇がですよって。だからあら1時間すげえということで、アウルロッチのね、アウルロッチさんどうしよう、なおちゃんでいいのかしら、なおちゃん、なおちゃん花火ありがとうどうもありがとうございます、金玉アーニャです。あらコンテニューコインありがとう、ぎゅちょっとごめんなさいね、ちょっとずれちゃう、ずれないわよ、ずれないんだけどずれた気分になるのよあらダーニャンさん、ダーニャンさんも、ダーニャンさんコンテニューコインありがとう、むにゅありがとうございます残念だわ、もう覗いてもせん、の覗いてもさ、カメラを覗いてもみんなの顔が見れないこのママの寂しさだからね、コメントとかねちゃんと書いてくれると嬉しいのよ、辛いひたすぎて辛い体が透けて、あそうね、立ち上がったらね透けるかもしれないわ、ごめんなさいね、よくわからないけど、あら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 、アウルロッチさん、ナオさんナオちゃんありがとうどうもありがとうございます、コンテニューコインとかねこうね投げてもらったら、その方の名前呼ばないとママ的にはちょっとね、あのこう申し訳ないなって、みんながせっかくくださってるのに私何も返せないから、だからせめて名前を呼ばせていただきますわ、ありがとうございます。7時間これねやっててね、自分でも本当すごいなって思って、でも金玉アーニャだからみんなの支えがあってからこそのね、金玉アーニャでございます、せっかくだからねいただき黒龍にはやらねえかんなマジでやらねえかんなちょっとさ、なおちゃん、なおちゃんお趣旨だよ、ありがとうえそんなに私のアップが見たいの、もう嬉しい、ちょっとごめん、ちょっとごめんなさいね、ちょ大丈夫だと思うんだけど、脇汗すごいのよこう見えても、あ、DK さんもやらないからな。DK さんもやってもらってもやらないからな。なんかね、赤くなってるから一瞬消えるかもっていうことを、チコをよれ、まさに。やらねえからな。ねえ、ちょっと、ねえ、なおちゃん、なおちゃん、なおちゃんもう、ありがとう。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、あかねんちゃんからね、あかねんちゃんありがとう。続きまして、ちょっと待って、マジで笑いすぎて死んじゃう、生きた笑って、いや笑うとね若返るんだって。でも次もね、もう一回、なおちゃんいろいろありがとう、ほんとなおちゃんありがとう。もうね、皆さん金玉アーニャにねいろいろ見ついでくれなくていいのよ、本当にありがとう。ちょっと待って、誰、ハルチカちゃん、ハルチカちゃんありがとう。もうねみんな
銀玉アーニャさんに貢いでくれるのって、あららちいこさん、ちいこちゃんありがとう。こんな顔近づけられたってね、困るでしょうけれど、ごめんなさいね、ちょっとね、ま、大丈夫だと思う。あらあらあら、ウインクしてきましたよ。ありがとうございます、なおちゃん、ありがとう。ウインクさせていただきました。脇チックは大事、脇チックね、はるちかちゃん大事なの。こう見えてもね、この部屋ね、じゃ暑いのよ。ちょっとほら、ほっぺた赤いでしょ、ちょっと失礼、ここ、あ、ちょっとすっきりしたんだけど、五条サングラス外したら、ほら見て、ここが赤くなってでしょ。ママ暑いの、暑いの。特にね、蒸れちゃいけないところを仰がせていただきました。ここでは言えないけど、知ってるの、みんなこれ1時間見てるんだよ。1時間見てくれてありがとう。ちょっとね、皆さん喉渇いてない？ちゃんとカラスくんやろうか、どうしようか悩むな。でもね、せっかくやってくれてるんで。あら、はなちゃんまで、ちょっと待ってね。じゃあカラスくんからやる。カラスくん、ありがとう。ウィン、よし。はなちゃん、はなちゃんはお茶サイ&コーをいただきました。はなちゃん、ありがとう。いやーだわ、てれちゃん、もう大丈夫、1時間見飽きてない、このママの顔。金玉にはね、1時間もこんなお話しさせていただいてて嬉しいわ。中身ある？ある。もう顔だけで生きてます。言ってみたいわよね、そのセリフ。私この顔だけで生きてますから、言ってみたいわ。この顔で今までやってきましたけれど、何かみたいな。鼻毛ってこんな、よく見てこんな感じ。これね、今ね流行りなの、これね、幸運のね、巻き毛なのよ。幸運な巻き毛をこう出してみました。絶対金ちゃん限界だよ。金ちゃんは知らないわよ。金玉アニアとしては全然いけるわよ、まだあと5、6時間いけるから。この前だってね、アウルロッチで金龍さんがね、アウルロッチで5時間下ネタ話書いてきたっていう伝説があるから、金玉アニア全然いけるわよ。何、あ、またアウルロッチのナオさんも幸運の巻き毛にありがとう。ナオちゃん、ありがとうございます。ありがとうにもね、やっぱね、こう感謝の意を込めてちょっと試させてもらいました。いやー、でもね、今日は本当暑かった。昼間、今はね、雨降ってて蒸し暑くなってるんだけれど、最近本当夏って感じじゃない。夏って言ったらもう、歌手的にはさ、夏休みってやつをさ、こう浮かぶじゃない。やっぱり夏といえばなんだっけ、夏休みだった人たち、チューブよ、夏って言ったらね、チューブよね。 DK 登場、あれ今映ってた、チューブ、そう、はー、夏休み、ちょっと泳ぎ疲れ、ふん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 ベイベーってやつね、よく昔聞いたような気がするけど、あんまりね、
金玉にはね流行りとかよく分かってなかったから、テレビで分からないところはふん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 でしょ、だってお約束でしょ、春千佳ちゃん、だってね分からないところはそうふんふんふんってなるっていうね、で違うんだよ、私小さい頃祖国 あのパイポ国っていうのはちょっとね、そういったなんていうの、文化的に日本の文化ってあんまり入ってこないところだったのよ。だから日本の流行りとかが全然わからなかったんだけど、そのやつだけは聞いたことがあるわそう、ね、最終的にわかるのはね、ベイベーしかわからなかったっていうねそう、もうね、だからその幼少期のとこパイポ国で育った分には多分他のパイポ国の人たちよりは聞いてるとは思うんだけど、なかなかねこう日本の今ってあんまなんかそのチューブさんが見かけない、チューブはチューブでもYouTube の人が多くてね、なんだよっていうねなんかこうあんまりこう見かけないなとは思っているんですけれど、イケボでふんふんふん、ありがとうございますね。えもうちょっと今日金玉にはワッキーがちょっとほかほかになってるの、おはずかピッピン。ねえ今日みんなのところこうね配信してるところはまあ千葉県っていうところの場所らしいんだけど、金玉にはもともとここに住んでるわけじゃないのと、あとやっぱり日本で育ってるわけじゃないからわからないんだけど、なんていうのこう千葉県内では今雨が降ってるんだけど、みんなが住んでるところも雨とか降ってらっしゃる。大体まあなんだろう、コメントくださってる方々っていうのは大体この辺に住んでるのかなぐらいはわかるんだけど、ねどこにこう住んで詳しくはね知らないから、雨降ってるのかな、どこで育ったのって。あら大洗カラスさん、いい質問ですわね。私育ちも生まれも育ちもパイポ国なの。パイポ国、パイポ国、3回言っちゃったね。そうパイポ国で生まれて、みんな雨すげえよ所沢。へえ。あ、黒龍のところは晴れてるのね。ほーん、すごいね、同じ日本にいるのに不思議。同じ日本なのにさ、晴れてるところもあれば雨すごいところ。こっちもね、今は雨止んでるかな。さっきドバーって降ってゴロゴロドシャーンとか言って、まあ私を歓迎する雷雨だったの。なんていうんだろう、ウリュウ様に愛されてるっていうのかな。もう雷までダダーンってなって、お前が好きだーみたいな感じでね、受け止まらせていただければと思いますので、私は歓迎されてると思ってます。パイポ国ってね、どこやーって書いてあるけれど、もともとパイポ国って中国の幻の国と呼ばれてるところなの。で、そこからその幻の国にいそうじゃない、パイポ国に。で、そのパイポ国で育ってこっちのね日本の呼ばれて、タイガ金龍さんとたまたまちょっと SNS で知り合って、で呼ばれて今日こっちに来てるみたいな。だから明日にはフライトでまたパイポ国に戻るんだけど、でパイポ国ってそっちの方そっちの方にあるけどね、幻の国だから詳しくは言っちゃいけないって、国の方で言っちゃダメですよっていうなんていうのことを教えられて育ってるから、国の名前は言えてもどこのそこのうんぬんかんぬんっていうのはねちょっと残念ながらねお伝えできないの、ごめん。あーちゃん的、私的には花芸が最高、ありがとう。金玉アーニャちゃん、今日のメイクのポイントは。はい、あかねんちゃんからいただきました。今日のメイクのポイントはズバリ青い目です。青い目、青いメイク、涼しげでしょ。
じゃあもうちょっと弾いた方がいい？ありがとうございます。今日はなんとこれとお揃いなの。今日はっていうかちょっとね、あの実際ぶっちゃけるとこの青しか持ってなくって、たまたまこれが青だったんだけど、すごいいいでしょ、映えてる、映えみたいな、いいでしょ、映えさせてもらいました。ねえねえ、最近ね、キンタマーニャ出るたびに思うの、出ようとすると思う時あるの。昇竜チャンネルって、今私昇竜チャンネルっていうのに出させてもらってるんだけど、昇竜チャンネルようやくこの間ね800人越したのよ。キンタマーニャ出て800人越してすぐに消えたらどうしようって思ってる。だからこれを見てキンタマーニャを気に入ってくださった方々はぜひね、YouTube の方でもキンタマーニャ出てたりするから、この YouTube 面白いよって言って拡散してくれると嬉ピーです。